地元のあることないことをご覧いただきありがとうございます。今回は殺人容疑で親族4人が逮捕された大崎事件について見ていきたいと思います。1979年10月に鹿児島県総群大崎町で起きた殺人事件です。警察はこの事件を近隣の者または近親者によって実行された殺人死体遺棄事件と想定していました。事件直後から被害者宅の隣に住む当時52歳の長男、当時50歳の次兄を任意同行し取り調べを行いました。長時間の追及により兄弟2人は2人で被害者の首をタオルで絞めて殺害した、死体は堆肥の中に埋めたと自供し、殺人と死体遺棄容疑での逮捕へと至りました。そして兄らの自白により長男の妻そして甥も殺人や死体遺棄容疑で逮捕されることとなりました。犯行動機とされているのは保険金目的で、兄2人と甥が保険金を受け取るため酒乱の被害者の殺害を企てたとして起訴されました。しかし身に覚えのない技師は取り調べに対し繰り返しやっていないと否認したものの、警察は聞く耳を持たず罪を認めなければ無期懲役だと厳しく追及されました。技師が逮捕されたのは夫である長男や次男の自白によるものでした。被害者はタオルで首を絞められて殺されたとされていますが、絞殺の凶器であるタオルは特定されず証拠には上がっていません。物証がないまま技師は兄弟たちの自白のみを証拠に共犯として逮捕起訴されたのが大崎事件が長きにわたる戦いとなった始まりです。その後技師には懲役刑が下されるものの、無実の主張をし続け再審請求を続けてきました。兄たちが自白を強要されたのではないかと見る向きがあり、さらに容疑者には知的障害者もいるなど冤罪の可能性そして真犯人や真実に注目が集まっています。しかし後に殺人は技師の指示による犯行、死体遺棄は被害者の甥にあたる次兄の息子も関与したと変化し、4人が容疑者として逮捕されることになりました。1980年3月31日の裁判で鹿児島地裁は容疑者4人に対し、被害者をタオルで絞め殺し牛小屋の堆肥置き場に死体を遺棄したと断定しました。被害者の技師にあたる長男の妻を主犯として殺人死体遺棄罪で懲役10年、殺人死体遺棄罪で長男を懲役8年、同じく次男を懲役7年、そして死体遺棄容疑で甥に懲役1年の判決が言い渡されました。逮捕時より否認していた技師は即日控訴し無実を訴えて最高裁まで争いましたが、棄却されて1981年に懲役10年の刑が確定しました。無実を訴えて即日控訴した技師とは別に共犯とされた男性3人は控訴せずに刑が確定しました。取り調べの時点から自供して罪を認めていたという被害者の兄2人と甥ですが、実は知的障害があったようです。後日取り調べでの警察の厳しい追及により自白させられたことを弁護士に告白しました。長男は交通事故の後遺症で知的能力が低かったことが分かっており、次男と甥には知的障害がありましたが、取り調べや裁判では彼らの知的障害に対する配慮がされていませんでした。さらに取り調べで自白したとされる知的障害の彼らですが、この自白を裏付ける証拠などは見つかっておらず、物証などはなく自白のみが証拠として提出されています。それにもかかわらず裁判で有罪判決を下されても控訴せずに懲役刑を受け入れました。技師は取り調べ段階から一貫して犯行を否認し続けていましたが、物証がなく共犯者たちの自白のみを証拠に有罪判決となり10年間服役することとなったのです。警察に厳しく取り調べされた知的障害がある者たちの自白のみが証拠で一貫して無実を主張している技師、これらのことから大崎事件は冤罪が疑われており、自白の信用性が議題に上がっています。判決ではタオルで首を絞められたことによる急性窒息死と言われていますが、弁護士の主張によると、なんと被害者の遺体にはタオルで首を絞められた痕跡がないとされています。弁護側は転落事故の可能性も捨てきれないとしましたが、
検察側は被害者の死因を外傷性ショック死と推定し、首に索条痕とみられる圧迫の形跡があったことから懲役刑を求刑しました。しかし再審での新たな鑑定では、被害者の首に絞殺の痕跡が認められないと鑑定されたのです。このことから、冤罪の可能性も捨てきれないと見る向きが増えました。また、容疑者に知的障害があり、警察の厳しい取り調べがあったことから自白の信用性にも疑問が残っています。弁護士は、3人の自白に一貫性がないとしましたが、検察側は3人の証言は具体的かつ詳細で、現場の状況と符合していると主張しました。判決では、被害者の義姉が殺害計画を長男と次男に持ちかけて、殺害後、甥に死体遺棄を手伝わせたとされています。しかし再審ではこの自白に対し、共犯者は知的障害があり、捜査官の誘導に迎合した可能性は否定できないとされたのです。以上のことにより冤罪の可能性があるとされ、無実を主張し続けてきた義姉を支持する声も上がるようになりました。仮に犯人とされた4人が無実だとすれば、大崎事件の真犯人は誰なのでしょうか。殺人事件として容疑者には懲役10年の刑が確定しましたが、ここに来て被害者の死因が殺人ではなく、真実は転落による事故死ではないかという意見が出てきています。そのため殺人罪は冤罪で、逮捕された親族の4人は真犯人ではないと見る向きがあり、冤罪説を信じる者も多く出てきています。大崎事件で4人が逮捕されたのは、警察が知的障害のある容疑者たちに厳しい取り調べを繰り返し、自白を強要したのではないかと言われています。殺人と死体遺棄を認めたのはいずれも知的障害や知的能力の低い者のみで、健常者の義姉は取り調べから裁判、そして服役後まで一度も自白せず罪を否認してきました。義姉は主犯として懲役刑が下り、佐賀県の刑務所に服役してからも刑務所で真面目に生活して刑務官に仮釈放を勧められたものの、それを断り続けたといいます。仮釈放が認められるには罪を認めて反省を示すことが条件とされています。義姉は一貫して犯行を否認していたため、やっていないことを認めるわけにはいかないと仮釈放の勧めを断りました。無実を訴え続け、判決の10年の刑を務め上げて出所した義姉は、自分の夫に会いに行き、夫は警察に、妻がやったと言え、と言われて、そう言った、と真実を話し始めます。謝る夫に義姉は、再審請求を持ちかけましたが、夫は、俺もやっていないが、裁判はもういい、忘れたいと戦うことを拒否しました。犯人とされた彼らの自白が嘘であり、転落死が真実であれば真犯人などおらず、単なる事故死だったという事実が浮上します。義姉は夫らと話した時に、彼らの調書は嘘、自分もやっていないと話した録音テープを証拠とし、再審を請求することになりました。被害者の義姉は10年の懲役を務め上げて1990年に出所した後、共犯者すべてが無実であるとして1995年に再審請求を行いました。そして鹿児島地裁は2002年再審開始の決定を出します。タオルでの絞殺という鑑定と殺害状況に矛盾がある可能性が高いと認め、また知的障害のある容疑者に捜査官が自白を強制または誘導した可能性も否定できないとしました。しかし検察側がこれを不服として即時抗告、新たな証拠はほとんど認められず、自白にも整合性があるとして、福岡高裁宮崎支部は再審決定を取り消しました。義姉は自身と親族の無実を証明するため、多くの弁護士からなる弁護団を設け、さらなる再審に向けて準備を進めました。弁護団の弁護士は大崎事件について、遺体はタオルによる絞殺とは矛盾する状況だったという法医学鑑定書を提出し、犯行現場にあったカーペットの状況も自白内容と矛盾することを再現実験報告書にして提出しました。さらに共犯者の自白が体験的ではないとして、供述心理鑑定書も新証拠として提出しています。そして
鹿児島地裁は2017年6月28日、自白に信用性がないとして再審開始を認めました。前回は棄却した福岡高裁宮崎支部も再審を認めましたが、弁護側が新たな証拠として提出した鑑定結果が誤っていたとして、2019年に最高裁判所は再審開始決定を取り消しています。大崎事件の主犯とされた技師は事件から40年、一貫して無実を訴えており、共犯者たちも出所後に全員が無実を訴えました。事件当時50代だった長男は病死、次男は1987年に自殺し、まだ若かった甥も事件を苦に自殺しており、技師以外の全員が他界しています。現在もなお再審請求が続けられている大崎事件ですが、この再審によって無実が認められても、技師が生きているうちに無念を晴らす悲願は遂げられない可能性が高いと言われています。出所後、無実の罪を晴らすためだけに生きてきた技師はすでに90代を迎えています。現在も無実の罪を晴らしてから死にたいと繰り返して語り、やっていないことはやっていないと認めてほしいという思いを抱き続けています。90代となり、人生をやり直す時間も与えられていない彼女に、近年は老いによる衰弱も進んできました。物忘れが多くなり、足腰も弱って一人で行動するのは難しくなっています。台所に立つことも少なくなり、福祉サービスの弁当を頼りに生活しています。弁護士に称えられるほど強い女だった彼女も、今では弱気になり、体が言うことを聞かない、みんなに迷惑をかけるから死んだ方がマシかもしれないと口にするようになりました。しかしそれでも、やはりこのままでは死ねないと決意を改め、無実の罪を晴らして殺人犯のレッテルを取りたいと願っているのです。そんな技師の弁護団には、かつて裁判官を務めていた男性や足利事件を弁護した弁護士も加わり、総勢35名の弁護団となりました。弁護団の一人は、人生をかけて戦っている技師に司法がどう向き合うのか問いかけ続けています。裁判官も自分の人生をかけて判断してほしいと語る弁護団とともに、技師は現在も無実を晴らすために戦い続けています。40年前の殺人事件である大崎事件、今もなお再審請求が続けられています。2022年6月22日に、過去最強の新証拠と自信を持って臨んだ第4次再審請求でしたが、鹿児島地裁に棄却されました。弁護団は不当決定直後から福岡高裁宮崎支部に即時抗告する準備に入りました。刑事訴訟法を専門とする学者有志だけでなく、元裁判官らも説得力がないと批判の声を上げ、日弁連はその日のうちに、到底是認できないとする会長声明を発表しました。本当の真犯人や真実が明らかになるまで戦い続けるでしょう。今後も引き続き大崎事件の動向に注目し、技師が生きているうちに真実が明らかになることを願いたいです。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価もぜひお願いします。